近松門左衛門先生にいただいた狂言は、大教寺昔暦といって、今までの浮ついた、陽気な、たわいもないものとは違うて、打ち沈んだ、陰気な、懸命な、命を捨てての濡れ事じゃ。人妻を奪うような激しい恋は、どう考えても、頭には、浮かんでこない。これは岡地殿。この藤十郎は、そなたに十年来隠していたことがある。今宵は、ぜひ聞いてもらいたいのだが、思い出せば、この私が21で、そなたが18の春だったな。そなたに初めて会うたのは、花見に招かれた時だった。その時だ、ようにも美しい人だとそなたに思いを寄せたのは、その時から一日たりとて忘れたことはない。こうして口に出して言うのは今が初めてだ。そなたを見初めた頃は、折あらば気持ちを伝えようとずっと思っていたのだが、そのうちそなたは水茶屋の主人、清兵衛殿の妻となってしまわれた。その時の私の胸の内は考えられないくらい苦しかった。今思っても、辛い。そして、そなたをいつまでも思い続けていては、人の道としていけないことだと、そなたをやっと忘れようとした矢先、そなたが独り身となられたと知ったのだ。せっかく忘れていた心の炎はまたかきたてられてしまったのだ。あのお菓子は定女だ賢女だと人の噂を聞くたびに、燃える思いを今日までずっと抑えてきたのだ。おかじ殿、この思いをこの世で一言も打ち明けないで。おかじ殿、この藤十郎を不憫だとは思われないか、哀れだとは思われないか。一言でいい、一言でいい、情けある言葉を聞かせてはくれないか。おかじ殿、聞かせてはくれないか。おかじ殿、おかじ殿。